いつの間にかサラリーマンになっていた。だったものの通勤電車も、少年ジャンプを読むおっさんにも慣れっこになっていた。まさかと思うじゃん。もう慣れた、もう慣れた。もしも誰かが世界を征服しに行こうぜって言ってくれたら、履歴書もスーツも全部燃やして今すぐ手作りのボートを太平洋に浮かべるのに、こういう風に語ってお前からメールは来ないんだもんね。俺はお前がそう言ってくれるのをずっと待ってたんだぜ。でも世界征服なんて無理だもん。サラリーマンより忙しいもの、別に偉くなりたいわけではないもん。もしもし、あ、もしもし、俺だけど最近何やってんの？いや、最近ちょっと迷路にはまっちまってさ、すぐに抜け出せると思ってたんだけど、なかなかそうもいかなくて。でもさっき道を聞いたら、交差点に出るたび左に曲がれば大丈夫だって言われたから、もうきっと、もうきっと、すぐだ。なんだ、早くしろよ、みんな待ってるぜって言ったところで電話切れて、もうあいつは帰ってこないんだって。